弁官は東アジアの漢字文化圏諸国で皇帝、天皇、国王などが着用した冠。弁官もしくは弁とは元中国に由来する冠の一種で中国では皇帝から兄弟部以上が着用した。日本では古代から天皇の冠として用いられてきたがその起源の詳細は不明である。このかベトナムや朝鮮半島の君主も弁刊を 使用していた。日本では霊感の一種で天皇霊感ともいい、かつては即位や長賀の儀などに婚姻とともに用いられた。古事談に大上海の時の弁は王人のものなりとあり、王人天皇の弁館が平安、鎌倉時代まで大上祭で使用されていたとの記述があるが現在は伝わっていない。正倉院宝物のうちに聖武天皇が着用した。 弁官は破損した状態で、お冠無理残血がある。原型はとどめないが、鳳凰、随雲、唐草模様の金属製スカシボリの残血、また、真珠、サンゴ、ガラス玉を糸で通した竜が伝わる。日本の天皇が着用した弁官は、よく、東風の冠と言われるが、実際は、中国の弁官とは、趣きが大きく異なる。江戸時代の天皇が着用した、 殿管では、天眼と呼ばれる、近藤製スカシボリの土台の上に、金属製の枠を置き、その端には前後左右角十二流、計四十八流の宝玉を垂らした。また、中国の殿管と大きく異なるのは、殿管全部から突き出た日照の飾りである。光線に囲まれた太陽の中には三本足の八タガラスが掘り込まれ、その下には随分の飾りが付けられた。 また頭頂部には火炎帽子の装飾が取り付けられた。五代醐天皇の肖像画には冠上部に日照の飾りがついた弁漢が描かれている。京都御所の御文庫には五歳天皇以降の歴代が即位の儀に着用した弁漢が虚物として伝えられている。弁漢は公明天皇の即位の儀まで使用されてきたが明治天皇以降は 流英の冠が弁漢に代わって使用されている。宝冠女性天皇の冠は宝冠と呼ばれた。弁漢の一種と考えて良いのか、もしくは別種の冠と見るかは意見が分かれる。宝冠には天眼の上に弁盤やそれに類する金属枠がなく、従って弁盤から垂れる理由もない。他に弁漢と異なるのは冠前面に取り付けられた方法である。また、 領事部と法王の口しからは草花をあしらったような飾りが追加した。しかし、頭頂部には、弁官と同じ日照の飾りが立てられており、八田ガラスや随運の衣装も同じである。冠には、公害、京型、小もっといが付属する。五桜町天皇が1763年の即位式で用いた宝冠が魚物として現存している。1888年に、 女性へ授与する勲章として制定された宝冠章はこれにちなんだもので、その正明中央には宝冠の図があしらわれている。幼少天皇の冠は非形天眼といい、別にあったとされるが、詳細は不明である。中御門天皇が1710年に即位の儀で用いた冠が玉冠という名で魚物として伝えられている。形状は宝冠とほぼ同じで、 天眼上部に凰と日照の飾りがつく。古式の断絶で非形天眼の形状が不明となったため、宝冠に準じた冠が制作されたのかもしれない。中国では、弁冠は皇帝から兄弟部以上が着用した。冠の上に、弁番と呼ばれる長方形のキータを乗せ、弁番前後の端には竜を垂らした。竜の数は身分により異なり、 皇帝の弁官は、前後に十二竜、計二十四竜である。この他皇帝が天地を祀るのに使う竜のない、大けごろも弁がある。観測面から玉郊外と呼ばれるかんざしを刺し、底部には、A と呼ばれる組紐がつく。また弁番の中央には、天がたいと呼ばれる赤帯がついた。中国の弁官は、古代から秋代まで、基本的な形状はほとんど変わらない。び、 来期の卵もなどに詳細な規定が見られ、先進に用いられていたとされるが、旗の皇帝はこれを廃止し、全館でも使用されなかった。五館第二大皇帝の名帝が文献に基づき再興して、以降、各王朝が祭祀及び重要な儀礼に使用した。ただし根拠になる文献の記載及び、その古住には相互矛盾があり、各王朝で、たびたび改正が行われた。 遺品は、明の万歴帝が着用した、弁漢が、定量から出土しているが、全漢から、隋の歴代皇帝を描いた、円立本、歴代帝王図鑑に描かれている、弁漢とほぼ同じ形状である。中国を支配した漢民族以外の王朝も多くは、弁官を取り入れた。しかし、満州族が建てた、清王朝からは、弁漢は中国では用いられなくなった。 代わりに朝、冠と呼ばれる、満州族独特の冠が用いられるようになった。冠は、傘のような形状で、冠最上部には朝玉と呼ばれる特別性の真珠を散りばめた飾りがついた。炎天が大棒牧龍三鶴自衛部玉郊外、中国は冠を身につける文化なので、階級、役職、時代で多くの冠が存在した。 ベトナムでも中国風の弁漢が使用されていた。注釈出典。ありがとうございます。